どうも、こんにちは。この前ね、Gウォッチね、使ってて、なんかね、カレンダーだから見ようとしてね、こうね、出したんですよね、これをね、ランチャーをね、こうパーってやったんですよ、カレンダー見るついでに。ただね、入れた覚えのないアプリがあるみたいな、一瞬ね、この速さで、いつもより多いみたいな。あ、どうしようどうしようと思って、やべえ、これウイルスで変なアプリ入れられたとか、すごい焦って、うわーって。そしたらね、アプリをね、アップデートしたことにより、今普段僕が使ってたアプリね、それが Android Wear に対応して増えただけでした。で、そのね、対応したアプリがね、あれですね、Yahoo の乗り換え案内のね、アプリですね。これね、まあすごい使いやすいんで、多分使ってる人かなり多いと思うんですけどね。Android と iOS 両方あるんでね。僕もこれ使ってます。電車乗るとき。で、これが Android Wear に対応して、すごい便利になったんですよ。で、アップデートしてどうなったかっていうと、まずね、Y 乗り換え案内画面メモ。こっちのスマートフォンで行き先とかを調べるでしょ。これね、動かしてないと画面暗くなっちゃうんでね、常に動いてますけど、調べるでしょ。調べたら画面メモできるんですね、このアプリで。で、その画面メモしたのを、この Android Wear 対応のスマートウォッチで見れちゃうんですね。ほら、これ僕が帰った時のやつですね。で、これ押すと、さらにメモ出してくれるんで、これほんといいよね。いちいち出さなくていいんだよ、スマホを。ポケットとかカバンから。もう一個がこれ。Y 乗り換え案内、通勤タイマー。これはね、通勤なんで、会社に行く時の最寄りと会社から帰ってくる時の最寄りを入れとくと、次の電車までの時間を出してくれるんです。今の僕の設定だとね、すでにどこバレちゃうからね、最寄り入れたら。なんとなくね、岐阜羽島にしてあります、行き。だから自宅の最寄りは岐阜羽島ってことです。今の時間から一番近いのだけじゃなくてね、先のもほらところ行ける。だから今は3時5分だから15時5分、今から乗るなら15時32分発に乗らなきゃいけない。やっぱり帰りはなんだ、これ東京駅、一番近いのが15時10分発ののぞみ博多駅。これどうですか、すごいね、紙アップデートじゃない、すごいと思うよ。ただね、ほんと僕電車乗らないんだよね。下手したら1ヶ月に1回も乗らない時ある。ほんと出かけないから、休みの日家いたいし。だからね、僕ね、スイカとかパスもね、持ってないんですよ。だって1ヶ月に1回も乗らない人が持っててもね、そんな意味ない、そぼわない。はい、本日は乗り換え案内アプリの Yahoo 乗り換え案内が Android Wear に対応して、すんごい使いやすくなったよっていうお話でした。それでは、さようなら。